なことより一応ちょいと聞いてくれよ。それとあんま関係ないけどさ、この間近所の吉野家行ったんです。吉野家、そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて150円引きとか書いてあるんです。もうね、アホかとバカかと、お前らな、150円引きごと来て普段来てない吉野家に来てんじゃねえよ、ボケが。150円だよ、150円。なんか親子連れとかもいるし、一家四人で吉野家か、おめでてえな。よしパパとくもり頼んじゃぞとか言ってるの、もう見てらんない。お前らな、150円やるからその席当てろと。吉野家ってのはな、もっと雑雑としてるべきなんだよ。U の字テーブルの向かいに座ったやつと、いつ喧嘩が始まってもおかしくない、刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねえか。女子供はすっこんでろ。で、やっと座れたかと思ったら、隣のやつが大盛りつゆだくでとか言ってるんです。そこでまたブチ切れですよ。あのな、つゆだくなんて興味がやんねえんだよ、ボケが。得意げな顔して何が、つゆだくでだ、お前は本当につゆだくを食いたいのかと問いたい、問い詰めたい、小一時間問い詰めたい。お前つゆだくって言いたいだけちゃうんかと、吉野家通の俺から言わせてもらえれば、今吉野家通の間での最新流行はやっぱりネギだく、これだね、大盛りネギだく力。これが通の頼み方。ネギだくってのはネギが多めに入ってる、その代わり肉が少なめ、これで、それに大盛り力、これ最強。しかしこれを頼むと次から手人にマークされるという危険のどもな、もろ刃の剣、素人にはおすすめできない。まあお前らど素人は旧酒定食でも食ってなさいってこった。